ラファエロ作、アテナイの学童、天空儀を持っている人物が、ザラスシュトラザラスシュトラの名で知られるが、これは古代ギリシア語での故障であるゾウロアストレースに由来する。ザラスシュトラは、ハエーチャスパ族の神官一族、スピッター負けに生まれた、15歳で聖妃も、クスティーオーミニマトゲンイランタ神教とも呼ばれる宗教の神官階級として、教育を受けた。 二十歳の時にゲンイランタ神教に反旗を翻し、一族を離れて旅に出た。至るところでゲンイランタ神教の神官たちから嫌われ、一箇所に定住することができず、部族から部族を行き巡ったという。三十代頃にザラスシュトラは二人の妻を得て六人の子供に恵まれたが、ゲンイランタ神教神官たちの妨害を受けて、神徒獲得はできず、出身部族を離れ、トゥーラーン人を、 不況対象にした。しかし彼らの王を怒らせ追放されてしまう。その後ライバルのマズダー教神官と対決したり、大英和を崇拝する王に、アフラマズダーを崇拝するよう迫ったが10年余り、真と獲得はならなかった40歳の時、重慶、窓用イモン派が経営してザラスシュトラは待望の弟子を得た。ここから彼の不況活動は好転し、続いて、スイースターンの賢者、 サエナーが百人の弟子を引き連れて、ザラスシュトラの教団に加わった。四十二歳の時、オラナタ族の王家ウィウィーシュタースパによって取り立てられ、世俗権力の後ろ盾を得た。これによってゲミイランタ神教の新刊団は追放され、ザラスシュトラは生活の糧と宗教権力を手に入れた。さらにザラスシュトラは、最初オフラシャオシュトラホーグマの娘をめとり、 フラシャオシュトラの弟ジャーマースパフォーグマに自分の娘を嫁がせ権力基盤を固めた。このようにして行われたザラスシュトラの宗教改革によって新たに倫理観に裏付けされた二元論、終末論を軸とした一神教的なハラゾロアスター教と呼ばれる信仰体系が誕生した。周辺の部族はオラナタ族が 怪しげが信仰宗教に改宗したことに反発し、何度か戦争が行われたが、オラナタ族が勝利して、ザラスシュトラの正しさが証明されたとされる。その後、ザラスシュトラは礼拝中に暗殺されたとも伝えられている。既存の宗教、政治勢力を覆したため、恨みを買う要素は大いにあったと思われる。ザラスシュトラの死後も教団は、世俗権力の後ろ盾のもと、 娘婿のジャーマースパに引き継がれた。ジャーマースパは、ハラゾロアスター教の求心的な教義をより、ゲンイランタ神教よりに修正した。ザラスシトラがいつどこで生まれたのか詳細はわかっていない。ナポリ大学教授、ナルドによりは、伝承からザラスシトラの在世年代は、紀元前620年、紀元前550年で、あると想定した。また、アベスター語が、 古僧から真相への発展にどれだけの歳月を要したのか、アベスター語とサンスクリット語の発展にどれほど対応関係があったのかという非常に曖昧な手がかりから、紀元前1700年、紀元前1000年のいずれかに生きていたとする説もある。ザラス・シュトラの故郷については以下の説がある。ゾロアスター教も参照ザラス・シュトラ本来の教えは、イランの神話的聖典、アベスター内の ガーサー部分の記述が近いと考えられる。しかしガーサーに使われたガーサー語は非常に難解で、現代ではリグベーダを参考になんとか意味を割り出せる程度にしか解読できていない。一神教を最初に提唱したとも言われるが、ガーサーにはアフラマズダーと他のアフラたちという表現も見られ、唯一神の存在を主張していたわけではない。また、セム的一神教と異なり超越的な神が、 預言者を通じて人類にメッセージを送ることはなく、人間がアフラマズダーに呼びかけるために、生死を用いる構造となっている。また、ガーサーは本来呪文に過ぎず、後代の編集によって、一定の世界観が作り出されていると推定されている。ザラスシュトラは、アフラガミ軍とマズダーを結びつけ、アフラマズダーとして唯一の崇拝対象とした。また、 アフラマズダーは宇宙に秩序をもたらそうと努力していると、時、これが後に二元論に発展した。また、アフラ神軍の神々を天使とし、大英和神軍を悪魔とみなした。ゾロアスター教の衰退後、ザラスシトラへの崇敬は、イスラム教徒に引き継がれた。ゾロアスター教の教義とは別の隠された、光の英知を唱えた神秘的な存在として、大いにイスラム教徒たちの間で尊敬された。 この虚構のイメージは東ローマ帝国やルネサンス期の西ヨーロッパに伝わった。ルネサンス期、新プラトン主義者にとっては、ゾロアスターはプラトン主義哲学とキリスト教信仰の源流となる人物であるとされた。さらに2世紀の儀書もゾロアスターの著作とされたことで、バビロニア先生術の王やプラトン主義哲学の祖、キリスト教の先駆者、 マギの魔術の実践者という高等無形なイメージが付与されることとなった。このようにオカルト化されたゾロアスター像は肥大化し、様々な知識の最高の体現者とみなされ、人知学にも影響を与えた。18世紀、パールシーたちの伝えてきた文献がヨーロッパにもたらされたことで、知識人たちはゾロアスターの英知が垣間見えると期待したが、そこには古代の呪文しか書かれていなかった。 これによりザラス・シュトラの実像に迫ることができるようになったが、その後も、ゾロアスター像は変遷を遂げ、フリードリヒ・ニーチェが辞書、ザラットストラはこう語ったに、自らの思想を固くしたり、ナチスがアーリア民族の偉人として位置づけるなど、様々な立場から利用された。これらの見方は、日本人のザラス・シュトラに対するイメージに大きな影響を与えている。 A.B. ゲイランタ新京都、くちばし形中高時 A.B.C. 青木県、ゾロアスター京高段社、高段社選書目知恵、2008年3月、ISBN40 億6258万4085、38から40ページ、青木県、新ゾロアスター教師二24ページ、前景、新ゾロアスター教師二26から29ページ、前景、 新ゾロアスター教師30ページ前傾。新ゾロアスター教師17から18ページ前傾。新ゾロアスター教師18から21ページ前傾。新ゾロアスター教師36ページ前傾。新ゾロアスター教師36から37ページ前傾。新ゾロアスター教師37ページ前傾。新ゾ,ゾロアスター教師37から42ページ。 青木 P176 から180、青木 P188 から199、ありがとうございます。